ハロー、イチュー。こんにちは、相川です。ちょっと風邪気味なので、今日はセブンの新作の中でもパワーがつきそうなものを選んで買ってきました。こちらでーす。ガーリックライス&ガーリックチキン弁当っていうね、もうニンニク尽くしのお弁当です。冷蔵庫内がもうニンニク臭くなるぐらい強烈なニンニク臭がします。でもね、パワーがつきそうなんで、これでね、ちょっと風邪気味なんで、一気にそれを吹き飛ばしてね、明日元気にバイクに乗りたいなと思ってます。いただきます。もう本当にね、手にニンニクの匂いがついちゃうぐらいな感じなんでね、匂いの気になる方は、ご注意ください。学校とか、会社でお昼に食べると、ちょっとスメルハラスメントですか？匂いのハラスメントになっちゃうと思うんで、気をつけてくださいね。もう強烈なニンニクがね、もう食欲そそりますね。もう香りがすごいです。ただすごいことに。わあ、すごいです。もうニンニク尽くしですね。もう匂いでわかります。こんな感じになってます。チキンにはね、タレがこう、塗ってあるような感じで、照り焼き風になってますね。こちらのライスの方は、チャーハンのようになってます。ガーリック強烈です。こんな感じで。はい。ライスね、パラッとしてね、すごくいい感じです。すごくよくできてる。うん、いいですね。ニンニクの香りも強烈で美味しいです。チキンの方をね、食べてみたいと思います。チキンこんな感じですかね。はい、非常にうまくね、仕上がってる感じで。いただきまーす。うん。あ、美味しい。おー。もうニンニクの味。香りはもちろんなんですけど、もうニンニクの味もね、しっかりしてます。ニンニクもね、しっかり入ってますね、こんな感じで。ああ、これね、風吹き飛びそう、うん。パワーつけたい人にはね、本当にぴったりなお弁当だと思います。うん、うまい。うん、半分くらい食べたんですけど、食べ応えもしっかりあります。量も多い感じでね、いいですね。うん。これ美味しいですよ。美味しい、これ。もう食べてる最中に、もう風が吹き飛びそうなぐらいのパワーを感じますね。これお昼に食べて、社内に戻ったりしたらね、学校だとしたら、教室に戻ったりしたら、かなりの不評を買います。本当に。強烈なニンニク臭しますんでね。この鶏肉なんですけど、以前に鶏の串を、焼き鳥をね、食べて、すごく美味しかったんですけど、もうそれに近いようなね、いい味になってます。このスパゲティもね、ついてますね。ちょっと食べてみます。チキンの下に敷いてあるスパゲティもね、しっかり味がついてて美味しいです。これはいいわ。明日も食べたいぐらい。これも美味しいです。こんな美味しいお弁当ね、久しぶりです。ぜひ食べてみてください。ただ、匂いだけはね、気をつけてくださいね。大変美味しかったです。ごちそうさまでした。歯磨いても、ひょっとしたら、ニンニク臭取れないぐらい、ニンニクの匂いすると思います。結構ね、社内の、スメルハラスメントですか？問題になったりしますからね。